中年オタッキーです。クリスマスも終わりまして、もう年の瀬になってくるんですけどもね。今これ金曜日の夜、25日一応クリスマスの夜に撮影してるんですけども、すでにもうね、あの帰省の移動が始まってますね。今滋賀県のね草津パーキングエリアにいるんですけど、結構ね、品川だとか習志野だとか浜松だとかね、静岡のナンバーとか関東のナンバーとか、まあいろんなナンバーを見かけます。皆さんもね、そのもしねこの年末年始、長距離移動とかされるんだったらね、事故には十分お気をつけください。また雪も降るっていうね話ですしね。はい、で今日はね、このカメラで撮影してきました。このカメラね、以前ねこうジャンクで購入して、オーバーホールしたキャノン F1 になりますね。 F1 の後期になりますね。この、巻き上げハンドルにプラスチックのカバーがついたやつですね。でレンズはね、これ今 FD レンズの、FD レンズの一番最初 FD50mm F1.4 銀枠ってやつね、いわゆる、をつけております。主にこの、レンズで撮ってきたんですけど、今回ね、あのいろんな 50mmF1.4 使いました。このキャノンのねマニュアルフォーカス、まあ、FL マウント FD マウントの 50mmF1.4 はだいたい5種類ぐらいあるんですね。で FL50mm1型2型で FD50mm、 さっき見た銀枠で FD50mmF1.4SSC で、ニュー FD50mmF1.4。で、ニュー FD はちょっと今日、おろしちゃってるんですけどね、他は全部積んでありますんで、そのね、お話をしながら今日動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。今回ね、まあ、これ以前ね、その、モノクロフィルムで試写してきましたけどもね、順調に動いていると、まあ、試写する必要もなかったんですけどね、オーバーホールに出して、正常になってるんでね。で、今回はね、このフィルムで撮ってきました。これね、富士カラーの C200 ですね。もう最近はちょっと入手するのが難しくなってきてるフィルムですね。B&H フォトでも、まあ、長いことね、デッドストックになって注文することができません。国内ではね、もう、あんまり出回ってないと思うんですけど、流通在庫ぐらいしかないんじゃないかな。ヤフーオークションとかでもなかなか出てきませんけどね。出たら安いんで、また発色もね、ちょっと鮮やかに出るフィルムということでね、いい写真が期待できるということでね、なかなかいいフィルム、安くていいフィルムなんですけど、物がないのがちょっとね、でね、今回いろんなレンズで撮影してきたんですけども、まずは、これか。これね、これはね、FL50mmF1.4 の初期型になりますね。こいつのね、レンズ構成がね、5群6枚です。5群6枚で、で、これが2型になります。これ FL50mmF1.4 の2型。どんな感じで違うかって言ったらね、ちょっと長いですよね。明らかに長い。2型の方が長いんですね。で、まあ、レンズ構成はね、6群7枚。7枚玉になりますね。これから先ね、おそらくなんですけども、キャノンの、マニュアルフォーカスの 50mmF1.4 の設計の変更はありませんが、この FL50mm の F1.4、1と2、この2本だけは、放射性物質が入ってるね、酸化トリウムだったかな、が入ってるね、いわゆる被曝レンズになりますね。放射線を放っております。ちょっと外画カウンターがあったら測るんですけどもね、ちょっと今手元に外画カウンター家に置いてきちゃった。で、それからね、この今、F1 についてる、このね、FD50mm。銀枠になりますね。この FD50mm、と FL レンズの違いっていうのはもうね、皆さんも知ってるとは思いますけども、これね、AE が使えるようにオートの位置があるんですね。これね、緑のチョンのマークがついてるんですけども、これがね、AE が使えると、いうことになります。
まあ言うたら次世代レンズになるんですね。この FL50mm は絞り込み実絞り速攻だけしかできなかったし、AE もなかったと。で、FD レンズになってから AE が使えるようになって、これ FD50mmF1.4SSC になると、もうこのね、絞りリングに、A のマークになりますね。銀枠の方は緑のチョンだったのが、もう明らかに A っていうマークがつくようになります。で、よく言われるのが、この、1.4SSC と銀枠の写りが明らかに違うというのがネットで散見されますが、コーティングは違うみたいですね。この銀枠がモノコートで、この SSC はスーパースペクトラコーティングっていうマルチコートになりますね。まあコーティングが違ってね、常識的に考えたらね、SSC の方がいいと思うじゃないですか。でもね、そのネットの評判では随分たくさんの人が銀枠の方がいいって言ってるんですね。この銀枠ね。で、銀枠の方がいいっつんでね、やっぱそのいい方で撮りたくなるじゃないですか。で、今回の作例はね、大半が銀枠で撮ってきてます。で、ここからちょっとね、作例をね、パラパラっとね、紹介してまいりますね。はい、FD50mmF1.4 銀枠の作例なんですけども、まあ、この2枚目はね、ちょっとトリミングしてます。構図が中途半端だったんでね、解像度はね、しっかり出てると思いますが、これ全部 F8 まで絞ってるんですね。まあ、開放からね、4ぐらいまではね、FD レンズはちょっと緩いです。緩いっていうかね、解像度が低いですよね。まあ、8まで絞るとね、しっかり絞りが、効いて、解像度が上がってきます。十分使えるレンズだと思いますね。で、発色の方なんですけど、PL フィルターがないこともあって、青の方は、まあ、しっかり青には出ていませんが、まあ、これもね、PL フィルターを入れればガツンと青が効くと思うんでね、PL フィルター、55mm のね、PL フィルターを使えばいいと思いますね。で、まあ、これはね、F2.8 なんですけども、やはりちょっと解像度が低いかな。まあ、こんな感じなんですけども、どうですかね。発色的にはね、別に、問題ないし、解像度も8まで絞りは問題ないんですね。開放付近はね、どうしてもね、FD レンズはね、緩いです。まあ、ニコンとかね、オリンパスのレンズに比べるとね、緩いと思いますね。オリンパスも 1.4 はそこまで解像度高く、開放は高くないのかな。まあ、ただね、絞りはいいんですよね。まあ、いわゆるね、そのカメラ始めたての人はね、結構ね、その開放で撮りたがるんですね。被写界深度を浅くしてね、その背景ボケを出して、撮りたがる人が多いんですけどもね、僕的にはね、ある程度絞り、まあ、5.6 とか、に絞ってね、被写体による、寄って背景ボケを出すっていう方が僕はいいと思います。なぜかっていうと、メインの被写体の解像度が出ますんで、レンズっていうのは基本的に、F8 から F11 ぐらいでね、解像度がしっかり出るように作られています。で、それ以上絞るとね、この小絞りボケって言ってね、光はね、渦を巻くっていうね、特性があるんでね、絞りをあんまり絞ると、その絞りの周辺に光の渦巻きができてね、逆に解像度が落ちてしまうんですね。渦巻きの影響が出てね。で、8とか11ぐらいまでだと、その小絞りのその渦巻き、光の渦巻きの影響が、出にくいもんで、一番解像度が高いというわけです。そんなわけでね、まあ、このレンズのね、比較をちょっとやりたいなと。FL50mm、F1.4 初期型、FL の初期型、2型。で、FD レンズ 50mm 初期型 SSC、ニュー FD。この5本のレンズね、どのように変わるのかと。すべて、シャッタースピード500分の1。F8 でね、ちょっとね、もう日が傾きかけた時間でね、シャッタースピードは250になりましたけど、まあ、200の感度なんで、通常昼間だとね、500の F8 ぐらいになるんですけどね、そのね、作例を見ていただきますね。
はい、これが初代になりますね。初代、まあ、あのスマホにね、これが2型になります。どのように変わっていくのか、僕色はねあんまり見えてないんで、これが FD レンズの銀枠ですね。でこれが SSC で最後にニュー FD になりますが、違いわかりますかね。まあ、F8 まで絞ったということで、ほとんど差異はないと思います。色目的にもね、特に変わりはないような気がしますね。結構ね、差が出ると思ってたんです。特にね、この2本のレンズ、FL はね、これ、アトムレンズね、被爆レンズのアトムレンズになるんで、若干応変してるだろうと、少なくとも若干応変してるだろうと、まあ、このレンズ、もう見た目にはねちょっと黄色いような気もするんですけど、ただねその実際に写真を撮って、現像してねスキャンで、取り込んでもね、僕的には色違いは分かりません。まあ僕はね色見えてないだけかもしれないんで、もしねこれ明らかに色違うっていうのが分かる人はねちょっとコメント欄にね記入していただきたいんですけども、あんまり違いがないと思う。で、違いがないということで、このレンズね、ミラーレスカメラに移植してね、オールドレンズ遊びをする人も結構ね、購入してると思うんですけども、一番のおすすめは、これ。これね、FL50mm の F1.4 初代になりますね。なんでおすすめなのか、これ5群6枚構成なんですけども、巷ではね解像度は低い、周辺は甘すぎる、まあ、いろんなね苦情、周差が出るとか、いろんなねその、悪評がねたくさん上がってるんで、はっきり言ってね、まあ、数はあんまないんですけど、出てその出物があってもね値段はそんなに上がらないんですけども、なぜじゃあおすすめなのって言ったらね、虹ボケが出るんです。あ、虹ボケじゃない、虹ゴースト。虹ゴーストってね、聞いたことありますかね。レンズにね、強い光がね、入ったりするとね、虹色のゴーストが出るんですよ。これ有名なのはね、キャノンのね、なんだっけ、レンジファインダー用の 50mmF0.95。これも虹色の、ゴーストが出るって有名なんですけどもね、このレンズも、実はね虹色の、ゴーストが出るという評判が立っているの。僕は出したことないんですけども、ちょっとね最近なんですけど、その虹色のねゴーストが出るっていうのをね情報を聞いたのは最近なんですけども、なんかこれちょっと取り込んでみようかなと思ってるんですけどね。僕がね中学生の時に親父が持ってたねキャノン FT にね ついてたレンズと全く同じレンズなんですよね、これね。このね、切り替えボタンね、切り替えレバーか、がついてるんです。これ A と M っていうのは、どういうことかっていうと、これ A にするとね、絞りがね、開放のままなんですね。で、M にすると絞りが絞られるんで、ミラーレスカメラにも相性がいいです。開放、A にするとね、その開放になって、M になると設定した絞り値に絞るんで、ミラーレスカメラにはこの、ま、レンズ相性がいいと思いますし、その虹色のねゴーストを、出してみたいという方はね、ぜひともおすすめのレンズになっていくと思いますね。今どのぐらいの流通価格になっていくだろうな。まず出物がも少ないっていうね、あんまり売ってないんでね、結構ねこの2に移行するのが早かったみたいでね、2はねこの A と M の、その一応これも切り替えスイッチあるんですよ、が後ろになるんですけどね、レンズの一番後ろになってちょっと操作もしにくいんですよねこれね。うん、で1型の方は一番前の、一番前にこの絞りのリングがあるんですけど、そのすぐ後ろにねこれあるんですけどね、このね、位置がね違うのが最大の見分け方で、絞りのリングの太さもね2型の方が断然太いんですけどね、この辺がね見分け方になりますけど、5群6枚構成ということで、50mm のね明るいレンズで5群6枚、そら周差も出るやろって話なんですけど、最低でも7枚玉じゃないとねちょっと周差が出るんじゃないかなっていうこと、まあ虹色のねゴーストが出ると、それだけそれだけの魅力っていうことになりますけど、
でもその虹色のゴーストが出るレンズなんかなかなかないじゃないですか。そういう意味ではね、美味しいレンズなんだと思います。このレンズちょっとね、とりあえずその、α-NEX6 にでも装着して取り込んでみようかなと思ってますね。それでね、虹色のゴーストが出たらね、どんな状況で虹色のゴーストが出るか分かってくるじゃないですか。それでね、ちょっと今後ね、取り込んでいこうと思ってます。はい、今日のね、何紹介だ？レンズ紹介か？まあ、そんな感じです。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは一都市球さんで、2枚、1枚目がね、作業場の屋根、2枚目がテカリということで、カメラはニコン F フォトミック、AI ニッコール 135mm F3.5、 フィルムがね、バビロン13になりますね。ロモグラフィーの低感度モノクロフィルムですね。で、作品なんですけどもね、1枚目からバビロン13でね、まあ、AI ニコールで撮られたことでね、この屋根のね、ディテールがね、非常に素晴らしいものになっています。手前に映り込んでる木はね、前ボケになってるんですけど、ちょっとアクセントになってますよね。で、2枚目の方なんですけども、逆光でね、この木の葉っぱのテカリを撮っておられるんですけども、非常に立体感のある写真になってますね。まあ、バビロン13ということで、絞りもね、若干空いてるんでしょうけども、135mm のね、レンズでね、被写界深度がね、浅いということでね、その、まあ、絞っても結構被写界深度が浅くなるんでね、135mm やはりね、いいレンズだと思います。ちょっと頑張ってね、距離を取らなきゃいけない場面とかもたくさんありますけどね。はい、一都市球さんありがとうございます。次はね、ガメラさんから2枚ですね。2枚組の組写真ですね。タイトルが朝の光景。撮影機材コニカオートレックス。フィルムが富士フィルムの記録用100というですね。以前俺のカメラに投稿した撮影途中に巻き上げが噛んで撮影中断した例のカメラです。一度巻き戻し再整備後にカラー送りで続きから撮影しました。今回は機嫌よく動いてくれてます。これもジャンクカメラの、遊びの醍醐味ですかね。僕もそんなもんしょっちゅうやりますよ、もう。途中でおかしくなってね、フィルム抜いてとか。で、作品なんですけどもね、これ、非常にね、シャープになってますね。シャープな写り。光はないような感じですけども、とにかく写りがシャープでね、まあね、コニカのレンズ、やはり素晴らしいですね。2枚目がね、ちょっと印象的なのが、これ、お年寄りのゲートボールかなんかのね、待機場みたいな感じ、うちの近所にもありま、こういうとこありますけどね。まあ、その椅子がね、椅子に座布団がかかってるのが面白い感じですね。はい、ガメラさん、ありがとうございます。本当に朝の光景ですね。次がね、これ、初投稿になるのかな？ダビドフ信者 K さんから、2枚ですね。初投稿です。カメラ、ソニー、ILCE7S、アルファ7S になるかな。で、SEL50F1.4Z で撮影しました。1枚目はね、タイトルが渾身の彼岸花。2枚目がね、イチョウの切り株ということですね。で、写真なんですけども、これ1枚目、わざとアンダーで撮っておられるような感じで非常に印象的になってますが、ピントのピークがどこに来てるのかはっきりわからないな。これちょっとピントのピークが、ちょっとね、不思議な青い光も放ってて、いい感じには撮られておりますね。で、2枚目はね、もうピントがバリバリに来てます。これ、ソニーのね、50mmF1.4 のレンズでちょっとじっくり見たことはないんですけど、非常に高い解像度はさすがですね。α7S っていうのは、基本的には動画機になるんだろうけど、画素数的にはね、その、α7R とか R3 とかには、はるかに及ばないんですけどもね、ぶっちゃけた話ね、もうデジタルカメラで1200万画素もあれば、十分な解像度が出ますんで。まあ、いい感じになっておりますね。ただ、もう2枚目、もうちょっとね、もうちょっと早い時間だったら、この切り株に光が当たってたかなーって感じかな。はい、ダビドフ信者 K さん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。で、3人目がね、ジョージさんから2枚、
1枚目のタイトルがね、直線と曲線、2枚目が会話ということで、機材はどちらもキャノン、ニューキャノネット QL17L、フィルムがコダックゴールド200と富士フィルムアクロス100ということですね。小田木さんがキャノネットを紹介していたので、レンジファインダー普及応援の投稿です。この手のカメラはちょっと広角で寄れないので、写真投稿写真は両方ともトリミングしています。私は10年以上普及タイプのレンジファインダーばかり使ってきました、しかしここに来てなぜか一眼やってみようという気になり、ボディとレンズを購入しました。 50mm などメジャーな画角のレンズは1本ずつしかないのに 135mm だけ3本も所有してもらって してしまってますけどですね、完全にこのチャンネルの影響じゃないですか、どうしてくれるんですかと書いてありますけどもね、で写真なんですけどもね、これ1枚目がなかなかちょっと周辺原稿ほんの少しあるんですけども、このカラー写真でね、猫ちゃんが完全シルエットになってるんですね、黒猫なんでしょうけども、このね、猫のスタイルが非常に印象的に写ってます。で、2枚目はね、これ百合の花ですけどもね、こちらもね、ちょっとピントのピークが分かりにくい、前ピン、若干前ピンになるのかなーって感じですかね。でね、この1枚目の写真がね、もう本当にね、この写真素晴らしいと思いまして、でちょっとタイトル画面変わったばっかなんですけども、この作品次の、回からタイトル画面にさせていただきます。はい、ジョージさんありがとうございます。次がね、時神さんから、3枚組の写真ですね、いつも楽しみに動画を拝見させていただきます。先日購入したやったやっちまで取り上げていただいたジャンクカメラのオリンパス3号、レンジファインダーカメラが話題にされていたので、これで撮影した画像を投稿しますということで、タイトルはね、冬晴れの公園にて、フィルムはコダックゴールド200 D 随行 40mm F3.5 は写りが良いですね。オリンパス3号1955年製と紹介しましたが、取り扱い説明書で確認したら1957年製でしたということですね。でね、フィルムがコダックゴールド200なんですけども、今回ね、僕が紹介した、キャノンのね、レンズで撮った、C200 よりも若干青がいいような気がしますね。このレンズなかなかですね。ただ強い光にはちょっとフレアになるような感じで、2枚目のね左端にちょっとフレアが広がってますけどもね、流浄感はそこそこに出てますが、青の色はなんかキャノンの FD 銀枠よりいいぞこれ。スキャンのね、環境がちょっとわかんないですけども、なかなかいい作品になってますね。はい、とっかみさんありがとうございます。次が最後になるのかな？ん？ここまでか。1,2,3,4。ここまでになりますね。今日の、作品投稿のコーナーはここまで。ちょっとね、待機者がたくさん出てるんですけども、基本5名で回していこうと思ってますので、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日はね、ロジックメタルさんの俺のカメラですね。おたきさんこんにちは。俺のカメラに投稿させていただきます。キャノン P です。レンズはキャノンの 50mmF1.8。 キャノンが作ったレンジファインダーカメラを味わってみたくて11月に購入。等倍ファインダーは素晴らしく、ピント合わせもストレスなくでき、お気に入りのカメラとなりました。写真は紅葉を撮りに行った時に露出系キャノンメーターありとなしで撮っていました。私は露出系を装着してない方が好みです。キャノン P を撮影したカメラは富士フィルム XT2、レンズはカールツアイステッサ 50mmF2.8 です。よろしくお願いしますということなんですけどもね、この2枚目の写真ね、まあね、ベタな写真ではあるんですね。2枚目の写真、ベタな写真ではあるんですけども、光がものすごく素晴らしいということで、この写真、俺のカメラのコーナーのタイトル画面でさせていただきます。ちょっとね、最近コロコロ変わっていますけど、いいものはいいです。まあ好みじゃない方なんですけどね、露出系がついてるんで好みじゃない方ですけど、これベタな写真ですけど、もうね、そのカメラのカタログの表紙になるような写真ですよね。ベタな写真ですけど、いいものはいいです。はい、ロジックメタルさんありがとうございます。この次もありますよ。やったやっちまったのコーナーです。
はい、やっちまったのコーナーになりますね。やった、やっちまったの、もうやっちまったって言っちゃった、言っちゃった。やっちまったコーナーへ投稿しますということで、ね、フリーマンさんの投稿ですね。これ写真のカメラなんですけど、これ2台あるの分かりますね。左がオリンパスで、右がスプリングカメラ。オリンパスの方は、後ろ玉がなかったと。で、スプリングカメラの方は、蛇腹が完全に破れています。完全ジャンクということで。これ、オークションかなんかで買ったのかな。これもう、スプリングカメラのもう蛇腹ないっすよね、これ。どこ行っちゃったんだろう。で、まあ、ジャンクカメラを買ってね、レンズがね、入ってないって結構あるんですね。全部入ってなかったらね、もう、入札の時点でもわかるんですけども、1枚入ってなかったとかね、古いカメラね、分解歴があるとね、やっぱそういうことがあるんですね。で、まあ、オークションでそれに気づくのは相当難しいということで、まあ、やっちまったということですね。まあね、仕方ないといえば仕方ないんですけどね、もう、次はいいことありますよ。もうそうとしか言わない。もうオークションといえばね、僕ちょっともう負け続けてるんですよ。もう100連敗ぐらいしてるんじゃないかな。もうだいたいね、お小遣いも出てるんでね、もう買ってね、そろそろね、開封動画っていう勢いになっていくんですけど、もう負けまくってます。全然勝てないんですね。まあ予算が少ないのもありますけど、ちょっと最近、そのフィルムカメラのね、入札が多いような気がしますね。俺のせい。まあ、僕のせいはあんまりないと思いますけどね。今日の動画はこんな感じになります。次回の動画なんですけどもね、ちょっと撮影をいつしようかなっていう。どうやらね、今日の仕事がね、長距離最後になりそうなんですよ。いつもだとね、28日出発っていうのがあるんですけどね、やっぱね、コロナ禍でね、荷物が少なくなってるみたいで、医薬品をね、今日なんかえらいものすごい台数でね、下ろしてたんで、まさかなと思ったらね、今日で終わりみたいです。で、取引してるね、製薬会社さんのその物流がね、分散して休むってやつのに賛同してるのかもしれないんですけどね、もしかしたらね、そんな感じでね、荷物がないんでね、荷物がなかったら家で撮影すること、家で撮影するっていうのはちょっと難しいこともあるんでね、今後の動画がちょっと不安になってきてはおりますが、特に月末ライブどうしようかな。まあちょっとね、どうなるかわかりませんが、とりあえず、次の動画は、ニコン F2 で撮った写真になっていくのが、オリンパスの OM2 で 28mm のレンズで撮った写真なのか、まあどっちになるかわかんないですけど、その辺になっていくと思います。はい、いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。コメントのね、だいぶ追いついてきました。頑張ってコメント返ししていってますけども。気づいたコメントには必ず返信を入れております。稀に気づかなくてね、コメントを忘れるパターンはあるかもしれませんが、ほぼ返信返っていきますのでね、何か感じたこととかありましたら、ぜひコメントの方お願いしますね。で、高評価の方はいつも言っておりますがね、ポチッと押すだけなんでね、今すぐにでも押していただければと思います。で、チャンネル登録の方ね、まあ順調にね、手堅く増えていっております。この調子でいくとね、チャンネル登録者4000名になるのは、来年の4月ぐらいになるのかな、はっきりわかんないですけど、ね、チューバメイトじゃないや、ユーチュラか、ユーチュラの方に行くとね、だいたい予想の時期がね、書いてあるんですね。もう別にね、どうでもいいじゃんと思うんですけどね。まあ、チャンネル登録者ね、増えていくに越したことはないんでね、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひぜひね、チャンネル登録ボタンをね、押していただいて、ゲリラライブもね、増えておりますので、できれば、通知オンで、チャンネル登録、お願いします。はい、今日の動画はここまでですね。また次の動画をお待ちくださいませ。帰省とかね、長距離移動される方はぜひ、事故に気をつけて、また感染がね、広がっておりますので、コロナに感染することないように、後遺症がね、稀らしいんですけど、稀に後遺症が出たらもう一生引きずるで、地獄のようなことになるらしいんでね、ぜひとも、感染しないに越したことがないんでね、ぜひ感染にはお気をつけくださいませ。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。